ワイワイキです。今回はラグナロクラー一発出ていきたいと思います。1手目は、もうなんていうかな。削り回して。これやばいね。いきなりやばい。で、次はね、もう。ゼロ突破になるんで、どう打とうかな。全然倒してなくね。オッケーオッケーオッケー。で次か。フェンリルがねもう地雷巻いてくるんで、あいつにとりあえず早めに倒せるようにね。あ、そっか、地雷、重力か、ブロックあるんだこいつ。オッケー。で次か。次もフェンリルをやるために、まず、危ねえ。で、次のターンで確実にフェンディル。やって、しまおう。やって、あとはもうね、こうなったらもう、キラー対象のラグナロクしかいないんで、そこまでね、大変な、あれじゃなくなる。めちゃくちゃ強いしね、キラーには。あ、倒したくない。イエスタから始まるのあんま良くないね。次もフェンリルだけ最悪やれればいいんで。うわぁ、厳しい。どうしよう。あそこ入れるかな。で、倒せるやつ。フェンリルだけ倒せば、とりあえず地雷は巻かれない。地雷だけね、敵は基本的に厳しいなぁ。これもでもあいつがね、うわぁ、ダメか。人数コンボロックされるのはちょっと辛いね。で、縦行って、行ったよね、これ。友情で。もうこうなったらね、独断上。で、すごい、凄まじい出番。こうなれば、どこ行った？まあ適当にやるっても勝てるかな。こうなったら、よし。ここの前行くまでね、やっぱフェンリル雑魚処理を常に2ターンでやらないといけない。で、そこだけね、ネック。まあ2ターンでやらんでも、こうやって残ってる雑魚はフェンリルじゃなければ全然問題ない。次もこれ確実にドルムガン。これで弱点キラー M なんで割と強い。こいつはカウンターキラーと魔王キラー。こいつはアンチ重力バリアなんで割とね、で爆発とも相性いいし。でまあ強いね。魔王キラーとカウンターキラー乗ったら。で、どうでも、ミスった。一生入らないですか。ミスった。で、突破かな。あん
まイエスタから入るのよくないな。どうしよう、イエスタから入ったのよくないな本当に。2、3体やれれば。うわー、マジか、ちょっときついなそれ。ヘンリルやれなかったのはすごい痛いな。どうやってやろう。地雷が1個ならなんとかなるか。地雷が1個ならなんとかなるかな。ただ場所悪いんよね、すごい縦勘でやれんかな。これは甘かったか。うわやれんな、ちょっとやれんかったな。地雷増えちゃった。地雷増えたね。オッケー。で、どうしよっか。あんま無理せんかった。上に行かんかったらいいよね。とりあえずは。上に行かんかったら死ぬことはない。いや、これ怖えな。なんかの拍子抜けたらね。で、こういう突破かな。いや、本当は、抜けた。こういうことがあるより系、怖い。で、次は、下にフェンリルがいっぱい。ここは、どうしよう。結構雑でいいかな。OK。で、すると、どうにかせない。友情で一切やっとけば友情でやれたよな、こんだけ振ってったら。オッケーオッケーオッケー。でラス面がねあんまよろしくないよね。ラグナロクが出てきて、ラグナロクも地雷巻くんで、とりあえず一旦で終わらせたいね。イエスタ抜けするのが一番いいかな。イエスタ抜けがいい。イエスタで抜けて。神々の黄昏時だ。受け入れな。抜けて SS 連打で。雑魚処理したい。うお、ここ相当場所悪い。いや場所が良かったらもうボス特攻も考えたけどね。あらら、新世界はお前のものだ。何が起きた。強いね。でも何が起きたんだ。